自分を信じること。もし失敗しても恐れないこと。その失敗が必ず次につながるステップなので、自分に、失敗したことも自分に自信を持って、失敗してもその失敗があったから次につながると思うことがいいと思います。